高校に入ってすぐの頃、私は告白をした。今さら何を言ってんだよ、トモ。俺も愛してんぜ、セイユウ。この男は私を全く女扱いしていない。やっと一緒に通えるな。お前、スカートははしゃぎすぎだろう。何デビューだよ。え、ジュンの野郎、いつまでも男扱いしやがって。ミスズも何とか言ってくれよ、あいつに。あのね、トモ、そういうわけでもういっそ男になってしまうというのはどうかしら。そうしてやりたいところだけど、私は純一郎と違っていろいろと見ているの、女の目線で。何買うんだ。お、私かね。そうだね、私はだね。なんだよその喋り方は、おっさんみてえだな。おっさん。あ、ちょ、待て、タイム。お前が来いって言ったんだろ。やめろってんだろうか。なんだその顔は。ジュンと喧嘩した。ジュン坊だと。まさか貴様、負けたのではあるまいな。第一、私は女だぞ。なんだと貴様、今すぐ道場に来い。その根性を叩き直してくれるわ。